ドラゴンマンションの大地がお送りします。こんばんは、ニュースをお伝えします。人気アニメ番組ポケモンの放送で700人を超える子どもたちが倒れた問題で、テレビ東京は今日、日本民間放送連盟の調査結果が出るまでは当面ポケモンの放送を取りやめることを決定しました。テレビ東京では明日予定されていたポケモンの放送を取りやめることをすでに発表していましたが、今日社内調査チームが日本民間放送連盟の調査結果が出るまでは放送を休止すると発表し、年末年始のスペシャル版が取りやめとなったほか、1月6日以降の放送再開もめどが立っていません。またテレビ東京は社内の調査チームの中から視察のためイギリスとアメリカにそれぞれ2名をおよそ10日間の予定で派遣し、現地のアニメーション放送に対する規制などを調査することにしています。日本民間放送連盟では先週、専門家などを集め独自の調査を始めることにしましたが、調査が短期間で終わるという見通しは立っておらず、このポケモン問題は長期化することになりそうです。